はクリスマスコンサートとクリスマス会ということなので、お菓子もありますし、学校ではないですけど、楽しく演奏したいかなと思います。まあ、緊張もちろんあるんですけども、聞く方もちょっと温かい、よく耳で見守ってもらってやろうかなと思って、普通のコンサートよりも、全然感じもこんなですから、楽しんでクリスマスの雰囲気をね、それが一番じゃないかと思います。で、あとは交流の場でもありますので、今度はテーブル、分かれてますけども、移ってもいいし、例えば誰かが、どなたから控えて、あ、楽しくいいなと思ったら、休憩の時にその楽譜見せてっていうのもいいですし、やっぱりどんな曲を弾いてるのかなって、一人だと分からないじゃないですか。そういう意味でも、皆さんの演奏を聴いて、交流を図ってください。今日は町屋文化センターギター講座の皆さんと、あと専属育児教室から、女性が来てですね、あと杉谷さんの関係の方が来ていらっしゃいます。それから、アルバムコンソート4団体ぐらい来ておりますので、ぜひ知らない人ともお話をして、楽しい会になるというかと思います。では、始めたいと思いますが、乾杯できないんだけど、一応ちょっと乾杯やりたいよね。